皆さんどうもドラゴン TK です。やはり今回も新三国無双エキスにやっていきましょう。ということでね、決別やっていきましょう。決別なんか不穏な何かが起こるね。まあそれはわかるよ。我らの動きに反応したようです。おう、しかし奴らは地の利に頼るしかない。攻め込めば造作もなく国を取れましょう。法政何よこいつ。生徒までの道の情報も手に入れたしね。こっちが負ける要素はないよ。さあ劉備殿、早く出陣の命令を出しとくれ。劉将殿はどうせどうせか。それを責めるのは義に戻る行為ではないだろうか。私にはできない。だから優しすぎやねんって。この乱世の時代にさ。やれやれ、まだ決心がつかないかい。じゃああっしら勝手に動くとするよ。劉備には陣の世を作るという志があるんでしょ。なんで悩む必要があるの。悩むからこそこれだけの人が集うのだ。まあな、それはわかるけどさ。志ゆえに悩み立ち止まる時もある。それを皆で進め、より大きなものにしていく。いいとも。立ち止まったら他のものが動きはいいと思っちゃう。志って難しいわね。自分が止まってしまっても人が進めちゃおうとするんだから。そんな志私にもあるのかしら。さあそれかわしけ。じゃあ行きましょう。よし、これで今回でね、決別で 何と決別するんだか。劉備殿が天下へ打って出るには、エキシオは絶対に必要なもんなんだ。わしらだけでどっちも落としようか。そうやね、どっちも。卑劣な侵略者め、我が父劉将に代わり成敗してくれる。劉将最低。いや、あいつか。地図でこの辺りを見ると敵が集まりやすい場所があるわね。なるほど。このまま突っ込むか避けて進むか。避けて進む、どこだ。あそこか、あそこか。なるほど。あ、これはちょっとなんだけど、あ、鳥が3回かコート見てよ。さあコートで撃ち込んで、ちょっと待ちかよ。ここに来たな。こうやから、こっち行っちゃう。 OK。 で、あとはこいつかな。あ、でか、マジか。え、うっそ、残る、マジか。いや、問題はない。これで一回行ける。おしゃ、こっちはここで共鳴で。あ、共鳴しました、これ。せい、おらこれしかできない。結構バカン、これバカーンって形が違う。おい、見ちゃう、結構 SP 多いな。結構や、マジか。オッケー、で、あとは同時にクリティがある。あ、マジで、またクリティある。そう、適当にやっていってるわ。あ、行く、あ、向こうから行けるの。オッケー、こっちはここに、こっちは行け。マジで、ちょっと待って。お、ゼロ。オッケー。で、あー、ちょっと待って、攻撃できる。あ、これしかできない。やめろ、やめろ、やめろ。ここで、さあ、ここで、ちょっと待って、止め、ずれろ。で、ここでそれをした後に、なに、なに、お、いけた、なんとかいけた。ここでいった、ここでいった、ここでいった。ここでいった。よし、誰か誰か。お、全力だった、いいね。防御、なに、俺が相手をしてやるぜ。俺が相手をしてやるぜ。ずいぶん見えすいた伏兵だね。見えすいた伏兵だね。相手しといてやるよ。この先で挟み撃ちされるよりよっぽどマシだからね。マシだからね、バレとるがな、向こう。バレとるがな、こっちは見せ、え、ミス。
で、当たる。当たっていく。何？このところで足止めをされている時間はないんだ。俺は一刻も早く駅締め。最後の力を手に入れなければ。ああ、なんかちょっと闇落ち。このところの主役はどうしたというか。闇落ちしてる。何かに取り憑かれたようにつぶやいていることが多くなった。なんか知らんけど闇落ちしてた。内心の様子がおかしい。急にブツブツ言ったり、話もろくに聞かねえで上の座。どうしちまったんだ。ああ、多分なんか声かけが関係してたの。で、俺はもうね、まあ、で、倒しとこう。おしゃい。で、あとは、お、ちょっと待って、いいね。よいしょっと。よし、これでいいかも。で、オッケー、いいね。で、ここでこれを使う。あ、よかった、おう、来た。ありがてえ。ちょっと見てみよう。こんなとかここは OK、これでいこう。レイドラッグ。またよし。おお、味方が派手にやってるようじゃ。わしらも加わるとしようかの。何このじじい、何このじじい、何このじじいやねん。で、おっしゃ、いい感じ、いい感じ。ああ、やる、やっちゃう。すまない、俺は先に駅周へ向かう。レイカさんの手に渡る前にどうしても手に入れなくてはならないんだ。離脱、はは？待て、シャク。行ってしまったか。なぜそこまで力の入手を急ぐのだ。いいね、この最中。いいね、この最中。でもなんか、闇落ち、なんか、うるさいけど、人っぽいな。それで、ちょっと、OK、OK、いいね。で、横に行って、横に行ったら右に行くよ。これで、終わらしといて。で、あとは、上下行って。おー、ゼロ、いいね。なに無理やし、待ってください。もったいない、この照明が。照明でもったいないんで。じゃあ、まあ、こいつらも入れていこう。はい、もっと、そこで終わっていきます。オッケー、これで、あるから。いいね。感情に走る。おしゃー、飛んでいった。まさかになってるね。そこでこいつのこいつじゃこいつの飛龍戦じゃん。先っちょやな、先っちょ。お、60人になかったレベル。やれやれ、これでなんとか駅周への道が開けたね。さあ、ここからが本番だよ。ここからが本番だよ。てか、お前は一体何を考えている。力を得てどうしようというのだ。うん、勝利しましたね。さあ、どうなるかなと思ったけど、おお、なに、おお、すげえ。ああ、けどなんか微妙い微妙いあ、まあ、移動プラスいっちゃ嬉しいかな。うん、まあ、今回はこれでしっかりこれぐらいね。なんかある。お、移動プラスにあるやないの。いいの。移動はね、結構助かるんですよ、これ。はっきり言ってやっていく上で。じゃあ、まあ今回はこれぐらいですかね。なんか起こる。劉将が我らに同盟を持ちかけてきました。ああ、同盟。カボ城を与え、共に長老を討とうとのもの。まったく見えすいた急場しのぎですよ確かに見えすいとるな。ここはその申し出を受け入れよう。我らに断る理由が見当たらない。この申し出に乗っておけば、劉備殿は劉将に恩を売った形になるからね。なるからね。そういうつもりではない。私はただ劉将殿の助けに応えよう。今はそれでいいさ。うん、駅州に滞在すれば、おのずと劉将を攻める理由も見えてくる。じっくりと見極めるんだよ。
前さんが一番大事にする民が一体何を求めているのかを。そうやね、回りくどいことをするのね。でもこれが彼の志だし仕方がないのかしらね。ジョー、どうしたの？シハクのことが気になってな、うん、あいつに一体何が起きたのか。突然いなくなっちゃうだなんて、った感じが、まるで取り憑かれたように力を求めてる。それに復活がどうとか。奴は歴史のことになると他には目もくれずひたすらそれに走る。きっと今回もそうだと信じたい。信じたい。カボー城に滞在し実情を見てきた。これほど劉少殿の祭り事がひどかったとは。ああ、そうな、そんなにひどかったんか。劉備殿、永吉州の民が何を望んでいるのか分かったかい？そうやね。ああ、劉少殿を倒し永吉州に治世を敷ける指導者だ。それが私のなすべき道なのか。それじゃあ、ね、そろそろ行こうか。優しすぎるからな。優勝のいる生徒へ。お、生きるようになりましたね、次のところで。まあ今回これぐらいで終わりにしましょう。ではね、ご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録と Twitter アカウントのフォローね、もしよければしてください。一応ね、Twitter のリンクを概要欄のところに貼っておきますんで、もしよければそちらから飛んでフォローお願いいたします。ではさらば。